このスバ。いい香りだ。やはり午後のひとときは紅茶に限る。紅茶もいいけど、早くブリザードをなんとかする方法っての教えてくれよ。寒波の天敵だっけ？それって一体何なのかしら。簡単な話だ。寒波を相殺するには熱波をぶつければいい。理屈はわかるが、何週間も続く寒波に太刀打ちできるほどの熱波など、一体どうやって発生させれば。ははは、そうですか。わかりましたよ、スコール。我が爆裂魔法で寒波を吹き飛ばせばいいと、そういうこと。いや違う。え？実は熱波を起こす魔道具があるんだ。無論私も実物を見たことはないがな。なるほど、ブリザードの天敵と言っていたのはそういうわけか。一体どんな魔道具なんだ？熱波を起こす魔道具、その名はサウナのタオル。サウナのタオル、なんだか温かそうな名前ね。ただ現在どこにあるのかはわからない。肝心な点を伝えることができず、不甲斐ない限りだが。いや十分だ、スコール。俺の知り合いにそういうのを探すのが得意なやつがいるから頼んでみるとするよ。けど熱波でサウナって、まったくこの世界は。僕のこと知りたい？教えろ教えろシエロちゃん。見た目はクール、中身はホット。リアでほっと一息ついてね。世界中の可愛いが大集合。可愛さ 100% エーリカでーす。うわー、レッツアクセル。世界各地を巡っていた頃、踊り子の舞台は何度か見たが、森の洞窟にこもっているうちに踊り子も随分変わったものだな。森の賢者と呼ばれた獣人がこれほど衝撃を受けるなんて、やっぱりアクセルハーツは革新的なのですね。そりゃまあ現代日本のアイドル文化を大胆に取り入れてるからな。ここにいたのね。探したわよ、メリッサ。もしかして頼んでおいた例の件、もう調べがついたのか？ええ、熱波を生むなんて変わった魔道具は高価なはず。オークションの記録を見たらすぐに分かったわ。購入者は貴族コンラッド卿。落札された魔道具は1週間前、そいつの屋敷に運ばれたみたいよ。貴族か、それは厄介だな。いや逆に好都合。ダクネス、出番だ。ああ、貴族同士私が話をしてみよう。うまく交渉すれば譲ってくれるかもしれない。ダクネスは貴族だったのか？まあ名門ダスティネス家の令嬢だ。本名はララティーナ。その名前で呼ぶな。浮かれてるところ悪いけど、楽観はしないことね。相手は界隈でも有名な悪徳貴族らしいから。このスバ、これはこれは、麗しき淑女がお二人も。お久しぶりです、コンラッド卿。舞踏会ではお世話になりました。今日お連れしたこちらの方は。お初にお目にかかります。ダスティネス・フォード・ララティーナと申します。今は冒険者として緊急事態に対応しておりますため、このような格好でお伺いいたしましたご無礼をお許しくださいませ。いえいえ、お二人のお願い事とあらば無下にはできません。それでそこの小汚い男は従者ですか？従者って、この者は私と同じ冒険者です。付き添いに来てもらいました。冒険者は、道理で可愛らしいシエロさんや。ダスティネス殿のそばにいるには、ちと品性が足りないようで気になっていたのです。はあ。品性が足りなくて悪かったな。というか、絵に描いたような嫌味な貴族だ。シエロが知ってる貴族だと言うから同行してきてもらったが、さっさと用件を済ませた方が良さそうだ。顔がいやらしい。ところで、お二人はこちらの魔道具をご所望だとか。そうです。熱波を生み出す魔道具ですよね。熱波を生み出す魔道具、サウナのタオルで間違いないですか？ええ、そのように伺っています。こいつ！俺とは口も聞かないのかよ！私たちには今、その魔道具がどうしても必要なのです。どうか譲ってはもらえないでしょうか？ええ、もちろん構いませんよ。本当ですか？ありがとうございます。もちろん対価はお支払いします。ご希望の金額をおっしゃってください。いえ、困った時はお互い様。お金を取るなんてしません。ただし、一つだけ条件が。それは、シエロさんが私の専属踊り子になることです。朝も、昼も、私のためだけに待ってください。夜はもちろん。なんと卑劣で自己中心的な男だ。ダニエルの時はリアが狙われて、今回はシエロかよ。さあ、シエロさん、この魔道具が欲しいのでしょう？ならば、今すぐ私のものに。あ、なんてことは。何してくれたらしい。もう、この魔道具は絶対に洗う。金庫に厳重に保管する。このスバ、罪なき人を殺すのは決して許しません。どうすればもっと商品が売れるようになるでしょうか。アクセルハーツのブロマイド入荷しました。ミッチーは休まなくても死ぬことはないのですが、徹夜すると疲れてしまいますね。